ですね、今日はあの統計でまあいろいろあのいろんなスライドを用意させていただいてるんですけれども、今日は皆さんにとってどういうあのような統計の話がいいかなと思いまして、今日ちょっと本邦初公開で疫学と統計学と、まあ、ブレンドをしまして、あの論文を読み解くときに、まあ、私がいつも留意して、いる点ということを研究デザインの方から、でもう一つは統計解析の方から、あの凝縮して2つの柱を、もう時間も押しておりますので40分ぐらいで終われたなと思ってるんですけれども、あの始めさせていただきます。まずは研究デザインの分類からということで、疫学的、ポピュレーションレベルの、研究は、まあ、疫学的研究データを使って解析すると疫学研究と呼んでるんですけれども、実験的な研究と観察的な研究の2通りに分かれております。で、この実験的な研究には、まあ、ランダムか非ランダムか、観察研究にはコホート研究、ケースコントロール研究、まあ、日本語では症例対象研究と言いますけれども、で横断研究と、まあ、いろんな名前がついてるんですけれども、まあ、この、論文を読むときですね、どういう種類の、研究かと研究デザインかということが分かると、この英語の論文も全部読まなくてもパッと最初のアブストラクトの2行ぐらい見て、あ、これはこの研究デザインだなということが分かれば大体な検討がつくようになります。ですので、英文論文を読むときに結構これを知ってれば、まあ最初のアブストと、まあ、私の統計のところと結果はもうテーブルだけ見て、まあ、大体把握するというような感じなんですけれども、でこれでですね、この研究のデザインによってエビデンスレベルというのがありまして、まあ、ガイドラインなどを決めるときにエビデンスの、まあ、A レベルとか B レベルとか A1 とか A2 というのがあるんですけれども、まあ、疫学研究ではどちらかといいますと実験的な研究にエビデンスレベルが高いと言われてまして、観察研究はまあその次と、言われるんですけれども、まあ、実はそういうことはなくてですね、疫学的な研究、観察的な研究、介入が行われていないような研究でもきちっとしたデザインでデータが組まれていれば、ニューイングランドジャーナルメディスンですとかジャマとか発表できるようなものがあるということで、最近あのビッグデータというのが使えるようになってきまして、ですね、もう 何十万というようなデータが解析できるようになりまして、でそれに伴って、まあ、観察研究のところの、解析手法もかなり開発が進んでおります。ですので今日研究デザインの話をさっとさせていただいて、認知症関連の論文を、まあ、4つ紹介させていただこうと思うんですけれども、最初が、まあ、ランダム化の比較研究、次が前向きのコホート研究、最後の2本がレトロですね、後ろ向きすでに、もう集められているデータ、電子カルテですとか、アメリカ、日本だとレセプトですか、アメリカだと保険のデータなどを使って、まあ、どういうふうな論文が書かれているかなということを駆け足になりますけれども、統計的なところも押さえながら、お話ししていきたいと思います。で疫学の研究の分類の仕方ということで、まず最初大きく分かれるのが実験的な研究と観察研究かということで、介入が行われていれば実験的と、そうでなければ観察的ということになるんですけれども、例えばまあ診療に来れる患者さんで、例えばこの研究に入らなくてもこの薬使うよねっていうような時に、どこからどこまでが診療でどこからが実験になるのかなと、どこからが IRB の申請がいるのかなとよく聞かれるんですけれども、この薬剤をこの患者さんに投薬しようという判断が 100% 診療目的、患者さんのために行われているのであれば診療になりますので、研究としての IRB 登録は必要ないんですけれども、この薬剤をこの患者さんにという根拠付けが研究者ですねとしてのキュリオシティ、好奇心、学問的な好奇心に基づいているものであれば、もうそれは介入というふうになって、研究しますので IRB の申請が必要ですということで、まあ、ここで実験的か観察的かと、全く患者さんの診断ベースで、診療ベースでやっているものであれば観察研究の方になってまいります。はい、で実験的な研究には、まあ、大きく分けまして、無作為ですね、どの患者さんが、新薬、どの患者さんが既存薬というのは全く無作為で 50%、50% でランダムにやるというのが、ランダム化、臨床試験と。で、実は介入研究でもランダム化しないものもあるんですね。例えばこの施設の患者さんはもうこの薬と、でまあ、同様な施設なんだけどこっちの施設の人はコントロール分で介入なしというふうに決めているというような場合
ランダム化がある場合とない場合で分けられます。で、こちらが介入はしていないと、どの患者さんがどのお薬を使うかというのは全く診断ベースで日常の診療として行われて、研究者はもうただそれを観察してデータとして取っていくだけというような研究を観察研究と呼んでいます。で、観察研究の中には大きく分けて言いますが、もうほぼこれに入らない研究は困るなと思ってるんですけれども、厳密に分けてもこの3つに分類ができます。コホート研究とケースコントロール研究と横断研究のこの3つです。で、これから3枚か4枚のスライドでその分類の仕方というのをご紹介したいんですけれども、実はこの分類の仕方というのが私が英大学の時に大学院で習ってた分類の仕方が、教科書なんかによく載ってるんですけれども、実はそれはすごくややこしい分類の仕方で、私が一番クリアに分かるなっていう分類の仕方でちょっとご説明させていただきたいと思います。で、分類をするときに、とにかくペコということで一番最初に押さえて置いていただきたいのは、論文を読むときに研究論文ですね、疫学的な研究論文を読むときにまず何が何でも押さえていただきたいのがこの PEC をペコと呼ばれる、4つの、ものです。で、一番最初 P ポピュレーション、研究対象者、この研究にはどういう患者さんが入っているのか、どういう人たちが、集められた研究なのかなということを、メモが壁上書きでいいのでしていただきたいと思います。で、その次、比較、例えば群間比較で、だってこの研究で介入、新しい新薬なら新薬として、比べようとしているものは何か。で、参照群ですね、コントロール群、必ず疫学研究にはコントロール群というのが必要になりますので、何を何と比較しているのかというのをきちっと捉えると。で、研究によってはですね、これまた紹介させていただきますけど、どれとどれを比較じゃなくて何でもいいからリスクファクターを見つけたいというような研究もありますので、その場合はリスクファクターを見つけ出すというのがこの E と C に変わって、ここに箇条書きしていただくものになります。で、最後アウトカム、何を評価しているのかということ、この4つが分かれば、この4つをもとに研究デザインというのを紐解いていきますので、何が、とにかく何がアウトカムで何と何を比較しているのかということをきちっと頭に入れてから論文は読むと、そうすると英文でもかなり楽に読めるようになると思います。もちろん日本語の論文はもっと楽に読めるようになると思うんですけれども、で、はい、で、これからまず何がコホート研究で何がケースコントロール研究で何が横断研究かっていうので、それプラス前向き後ろ向きっていう概念が入りますので、皆さん例えば前向きのコホート研究、後ろ向きのコホート研究とかね、そういうターンを聞かれたことあると思いますけども、その辺の分類が実はこの2つを押さえていただければもうすっと分かるようになりますよということで、データ収集、どういう患者さんを取るときにどういう取り方をしているかというのが1点で、その次データ収集の時期ですね、すでに入っているデータなのか、これから取ろうとしているデータなのかと、この2点に注目をしてください。で、まず一番最初サンプルの方法ということで、これすごく簡単なんですね、コホート、英語でコホート、何を指すか、これ日本語ではちょっとね誤解をされている場合がいるんですけど、コホートというのはグループということです。で、ある何かで定義されたある特定のグループですから、京都市に在住のといったら、京都市に住んでいるということで定義されたグループ、または65歳以上の人だったらそれで定義されたグループで、コホートというのはグループという意味しかありません。で、日本だと追跡っていう意味がそれに自動的に入ってるんですけれども、特に追跡という意味はないんですが、グループはよく追っかけるっていうことで、コホート研究イコール追跡研究と訳されることもありますけれども、コホート自体はグループという意味です。で、次、でコホート研究はとにかく何らかの定義、何らかで定義されたグループをガサッと取って、で、その人たちが疾患ですね、認知症なら認知症が発症するかなということを、見た。だからサンプルとしてはアウトカムは全く無視して何らかの特性のある人たちということでガサッと取ってます。そういうコホート研究。それに対してケースコントロール研究というのはどの人
症のデータを解析しようかなっていう時に、どの患者さんがもうすでに認知症なのかって、認知症がアウトカム、ペコの O が認知症の発症ということであれば、どの患者さんがもうすでにアウトカム起こっているのかなっていうことをまず知らないと、どの人を患者さんとしてデータ取ってくるかっていうのが分からない。でその、時はケースコントロール研究になります。ですので、よくあるんですけれども、例えばですね、もうすでに10年前からどんどん電子カルテに溜まっているデータがあって、その、90万人のデータが10年間溜まっていると。でそれを、10年前の、例えば、10年前ですので、2005年の例えば1月から6月までにどこどこ病院に外来した患者さんっていうことで、その人たちの電子カルテのデータを全部取ってきて、その人たちのデータを見て、どの人が発症しててどの人が発症してないか、500人が発症と、で10万人例えていったら500人が発症ですか、すいません、そしたら9万9500人は発症してないと。でそれでグループ2群に分けて比較しますと。でこれをよくケースコントロールだっていう人がいるんですけれど、これケースコントロールじゃありませんと。だって10年前に来た人の患者さんごそっと取って、それ全部10万人で全部解析に入ってますので、その人が研究に入るかっていう時は別に、そのごそっと取りした時にどの人が発症しているかどうかっていうのは関係ありませんので、こちらの方になります。で、ケースコントロール研究は何かというと、じゃあ10万人の患者さんの例えば血液が冷蔵庫に入ってますよと、それで何か遺伝子を比べたいという時になった時に、10万人全部の遺伝子が読めるのかと、例えば GWAS1 個読むのに、今いくらですか、まあ、3万なら3万かかるとしたら、そんなお金あるわけないじゃないかということで、どの人を読みましょうかということになった時に、じゃあ どうせならば500人の認知症の患者さんと同数500人のそうでない患者さんを9万9500人の中から、ランダムに取ってきて比べましょう。ですので解析するデータは500人500人の1000人だけになりますよ。でこの場合どの1000人を取ってくるかっていう決定をするときに、まさに患者さんのアウトカムですね、発症した認知症が発症したという情報が分からなければ取れないということで、それがケースコントロール研究になります。ですのでどの人を取るかなっていうのを考えたときに、アウトカムの情報がいるかいらないか、それでもうずっと、これ分けられますよということになります。であとはもう、後ろ向きか前向きかということなんですけれども、まず、データを1回1点取りをしているか、または2回にわたって2回以上にわたって追跡して取ってるかということで分けてください。1回だけ、今いらっしゃる皆さんの写真をパシャッと撮るように、スナップ写真を撮るようなデータ、つまり1回外来に来てください、アンケート調査、例えば血を取ります、1回だけ、あとさよならっていうような研究は横断研究と呼ばれています。ですので横断研究イコールクロスセクショナル、クロスセクショナルというのは一点取りという意味で、横断研究はそれで分類されます。でそうではないと、例えば、ここ、今からランダム化しますよと、ベースラインの MMSE を取って、1年後また取るとなると、これ2回取ってますので、そうなると追跡がありますよということで、そうするともう横断研究にはなりません。そうすると後ろ向きか前向きかどっちかということになるんですけれども、前向きの場合は今から、今掛け日がおりました、これから研究やりますという時に、はい、どの患者さんのデータを取るか、そのデータですねがまだ起こってないから、これから将来に向けて取っていきましょうというのが前向きの、研究になります。で後ろ向きというのはもう電子カルテで10年分のデータがすでに起こっていると。で例えば、まあ、神でもいいんです、10年間の神がここに眠っていると。でそこからデータを起こしていくになると、レトロで後ろ向きということになります。で後ろ向きの場合は、例えば10年前に遡って現在に向かって追いかけていきますので、これも、まあ、後ろ向きのコホート研究というのもありますし、前向きの今から将来に向けてというコホート研究というのもあります。でこの組み合わせです。で今言ったどういう人がか、サンプルされましたかっていうサンプル手法と、タイミングが分かれば、この 1,2,3,4,5,6
の、分類が成り立つということになります。でこれね、実は教科書にはねこういうふうに説明してないんです。ケースコントロールって後ろ向きだけじゃないんですかって言われるんですが、いや別に前向きもありますよってどういうことって言われるんですけれども、例えばあの今日からどの人がアルツハイマーでね、認知症のアルツハイマーに発症したか、前向き、将来的に今日から追っていきますよ。一人になったらネットで引っ掛けて取ってデータを記述すると。でその時に同じ病院の同じ外来にいる人でなってない人で、同じ年の人で性別の人でコントロールで取ってくる。で明日も同じことやる、明後日も同じことやるってなると、これ前向きのケースコントロールになりますよと、いうことになります。でこのように、分類していきます。で研究デザインのフローチャートとしては、通常テキストブックに書かれているのは実験かどうかっていうのが来るんですね。ランダムかどうかっていうのが来るんですけれども、私の場合はまあこのようにしますよということで、まあ、ちょっと慣れないとややこしいかもしれないんですけれども、まず一番最初に、どういう人が研究に入りますかって決めるときにアウトカムをする必要がありますかっていうことで、いや別にアウトカムいらないですよ、10年前に戻ってその何月から何月までごそっと取りしますということになれば、ノーということになってこちらになります。でアウトカムを知らないとどの人が認知症かっていうのが分かって、それを500人、そうじゃないと500人で取るっていうことになるとこちらになりますので、そうすると、はい、測定が1回以上行われていれば、まあ、ケースコントロールしたりで、1回だけならばもうバシャッと写真を撮った横断的研究になりますので、横断的なケースコントロール研究と、で2回以上を取っていれば横断的なコホート研究ですので、別に横断研究にもケースコントロールありますし、コホート研究というのもあります。はい、で下の方にずっと追ってきて、介入してますかということで、してませんとなると、すみません、ここですね、既存資料を使いますか、それともこれからデータを取っていくんですかということで、イエスであればもう既存ですでにもう存在している資料を使いますよということで後ろ向きですよと、そうじゃないとこれから取っていきますよというのは前向きになります。で介入しますかしませんかということで、実験的かどうかで、最終的に割り付けはランダムにやりますかどうですかということで、ランダムかなのかそうじゃないかということで、これ従来教科書にやってるのはね、こっちから始まるんですね。でどうもそれだとなんかあの綺麗に分離できないなと思って、このようにちょっと変えてみました。で、これを使ってちょっと見ていきたいと思います。でまず一番最初、ちょっとね、4つ研究がありまして、一番最後が糖尿病の患者さんの認知機能を見た研究ですので、ちょっと全部いければいいなと思ってちょっと早口で喋らせていただきますけれども、最初が無作為の割り付け研究です。でこれはまあ前向きで取っていくので、前向きのコホート研究に入っているんですけれども、まあ、無作為割り付けを行っていると、通常、まあ、あの治験なんかで薬剤のね、申請を取ろうとしたら大抵こういう研究をします。でこれはペコは何かっていうと、統合失調症関連の患者さんです。で何を比べているかというと、リスペリドンとハロペリドルを比べています。でアウトカムは認知機能テストにより診断された認知障害というのをアウトカムで、まず一番最初は統合失調症の関連患者さんですけれども、認知障害が起こってない人ももちろん、コホート研究の場合はアウトカムが起こってない人ということで取ってきますので、起こってない人を取ってきて、ランダムに2剤に割り付けをして、でこれはですね、1年ですかね、ちょっと見てみますね、3ヶ月ですね、これ3ヶ月後の認知機能スコアを比べていますと。で、はい、ランダム化の比較表で、通常ちゃんと無作為に割り付けが行われているかなっていうのを、2つの比較しようとしているグループが似てるかなっていうのを比べるんですね。全く無作為にどの患者さんにも顔も見ず、あなたはこっちと、あのリスペリドン、あなたはハロペリドルっていうふうにやりますので、それをやった結果、やはり平均年齢とか男性女性の割合ですとか、まあ、これだとあの人種ですとかね、あと印象的な背景も全く揃うというのがランダム化の目的なんですね。でこれで、まあ、落とし穴がありますよということで、落とし穴をちょっと紹介しながら統計の留意点を話していきたいと思います。でこれで2つのグループの例えば年齢ですとか性別のパーセントとか比べたときに、
どうしてもここで P バリュー欲しいなってよく言われるんです。で、ここで P バリューをバッと計算して、例えばですね、ここずれてるじゃないかと、これずれてるのがちょっとありますか。例えば年齢が 24.5 歳と 25.99 と 24.99、1歳違うと、1歳違ってるってことは、これそのまま比べられないんじゃないのと。だから最終的に比べるときに、こっちの人は1歳若いよっていうことを考慮に入れて、認知症のスコアのところをやらなきゃいけないのって言ったら、これ統計的な補正と、先ほどアジャストメントと呼ばれたと思うんですけど、内藤先生の方で、アジャストっていうのはこの背景因子のズレっていうのを直す必要があるのかなっていうのをよくやるんですね。でそれ観察研究ではもちろんやるんですが、実はですね、ランダム化するっていうことは、ここの表に例えばないような背景因子もたくさんあるでしょ。無限にあるじゃないですか、患者さんの背景というのはね。でそうするとランダムに全く無作為にコインを塗装して 50% って決めて、あなたを患者、あなたをコントロールってやると、ここに出ていないような因子でも、測定していないような因子でもトータルで揃いますっていうのが、ランダム化の理論なんです。ですので、ランダム化の信奉者というのは背景なんてもう見るなと背景を見る暇があったらアウトカム あのベースラインを測定しろっていうんですけれど もう背景因子はまあまあランダム化がちゃんと行われていたかなっていうのを見るのにつけるんですけれども、特にその統計的には比較しないでということで最近言われております。で特にですね、ここに P バリューをつけてしまうと、P 値というのはサンプル数によってもいかようにもなりますので、全く臨床的に意味のないような、例えば 0.3 歳ぐらいの差でも、N がすごく大きくなって、特にデンカルとか使うとね、何十万人っていうようなデータになると、絶対に有意差出ますので、P 値自体は意味がないということになってしまいます。なので、サンプル数の小さいものは P 値が出ませんので、じゃあサンプル数小さかったら、ランダム化がちゃんと行われているのかというのはそうじゃありません。逆なんですね。ですので P 値はもうランダム化の比較表の配給表には計算しないというふうに言っています。でバランスはもう全体で取れているということで、少しぐらいずれていても、例えば年齢がここで1歳ずれていても、どこかしらで逆のずれっていうのがありますので、振り子がこういうふうに振られるように、年齢はこっちにずれて、性別はこっちにずれて、例えば糖尿病の割合こっちにずれたとしても、全体的に振り子がまっすぐ止まるように調整されていますというのがランダム化の理論です。はい。で、次に、無作為割付研究のこれは結果の表を示しています。で、認知機能スコアというのがここに表してありますような、いくつかのテスト値で表されているんですけれども、でここにあるのがですね、ハロペリドルのグループ、ベースラインはいくつだったかなっていうのが、ここでベースラインの平均値というのがグループであります。で、ばらつきを示す標準偏差あるんですけれども、こっちですね、3ヶ月後の変化量の平均というのが、ここにイスペリドンとハロペリドルで書いてあります。で、ここのピーチですね、これよくあるんですけれども、この変化量 1.25 っていうのが、統計的に0と違うかどうかっていうので有意差付けをそれぞれの片群ずつでやることが多いんですね。でそうするとこれ何を言ってるかというと、例えばこのレコグニションディスクリミナビリティというスコアがあるとして、でこれが平均と比べて 3.リスペリドンの方では 3. いくらですか、 3.68 ですね、68、ちょっと上がってるか下がる、多分上がってるんだと思うんですけど、上がってる、改善したとしたらリダクションであれば下がってるということで、その下がってるっていうのが統計的に有意ですよ、ゼロと違いますよと、ということでここピーチがついています。でよく起こる間違いなんですけど、全く同じことをハロペリドールの方でやって、ハロペリドールの方は 0.06 なので有意差出てませんねっていうことで、ということはこっちが有意差が出て、こっちが有意差出てないからこっちの方が効いてますねというように、比較されることが多いんですけれども、それは統計的に間違っていますのでやめてくださいということで、群内で、比較したっていうこと、こういうことなんですね。ハロペリドールの方は、これ上がったっていうことね、ベースラインからこんだけ上がりましたよって、ここが0と0よりもたくさん上がったっていうことで有意差ありましたと。でこちらの方のハロペリドールの方はこんだけ上がりましたねっていうことで、0.06 でしたっていうことで P 値が計算されてますが、どうですか、この2つっていうのは統計的に有意差を持って違うと言えるか
違わないでしょっていうことになりますよね。ですので 0.05 で、線引きをしますので、そうするとちょっとだけ足りなかったっていうのが絶対効かなくて、0.05 よりも小さくなった方が効く、効かない、効く、こんなあのことはちょっといかさまみたいなになりますので、必ず比べるときはこの変化量とこの変化量が統計的に有利に違うかっていう二分比較を行ってください。ですので、それぞれ片分ずつ比較して P 値を計算して P 値を比べて二分比較っていうのはありえない話で、直接二分を比較してください。で、比較するときにですね、よくある比較がベースラインからの変化量をアウトカムとして、まあ、T 検定を行うっていう方法と、私がまあ推薦するのはそちらではなくて、まあ、あのリグレッションという方法を使うんですけれども、線形回帰のリグレッションというのがあるので、エンドポイントですね、3ヶ月後のこのテストスコアの値を、Y ですね、アウトカムとして、でグループっていう変数とベースラインはベースライン微妙に違いますよっていうことを補正をかけ、リグレーションに入れることで補正をかけますよっていうやり方があります。でそれを、まあ、あんこ場の解析と呼んでいますけれども、それをもう行うようにしてください。ちょっと技術的な話になりますが、言うようにしています。でこれによって、群内の比較ではなく群間の比較が直接できるということになります。で、その次ですね、でこの試験ではベースラインと3ヶ月後2点取りということになってますけれども、大抵まあ皆さんが研究をされるときはもうちょっと何回か取ると思うんですよね。で、もうちょっと何回か取るかというと、例えば毎週取るとか、1ヶ月おきに取るとか、3ヶ月おきに2年間取るとかね、何回か取ってくると思います。で、あのベースライン取って2年後じゃあ会いましょうってことはあんまりないと思いますの でそういうふうに繰り返し、例えば、今、まあ、これが MMSE でも、まあ、痛みのスコア、 QOL 関係のスコアでもいいんですけど、取った時に、先ほどのこの変化量の比較もそうなんですよ、あんこ場の比較もそうなんですけれども、2点だけに注目した解析というのがよくやられるんです。でその時に欠損っていうのが入ってきますので、途中で研究から見てしまった人たちのデータについてはどうするんだということで、よくされる方法がありまして、それをラストオブザベーションキャリードフォワード法と言います。それ何かというと、この人ですね、このコントロールに割り付けられたこの人がベースライン1回2回3回4回目以降来なくなっちゃったという場合でも、これプロトコルでは1年間フォローすると、だからここ抜けましたよという場合に、でも解析に入れなきゃいけないよね、どうするかってよく行われるのがこれなんです。最後のデータが、まあ、最終に確認されたデータとしてもう使っちゃえということで、これをラストオブザベーションキャリードフォワードと呼んでいます。 でもこれよく見てくださいね、これ研究に参加されたらやっぱり モニター効果ですね、薬剤取ってなくても毎週帰ってきて頑張ってくださいねって言われるだけで、まあ、良くなる場合っていうのがありますので、介入でなくてもこうあれなんか良くなってるじゃないかっていうことで、これこうよく見たらこの辺になるよねっていうことで、もしかして真の値っていうのはここだったかもしれない。ですので、これラストオブザベーションキャリードフォワードメソッド、これよくもう昔は FDA でもこれ当たり前のようにされて使われていて、最近はやめてくださいというようになったんですけれども、これなぜ悪いか言いますね。例えばこちらの場合、こちらの図では介入群の人が途中で来なくなりました。 LOCF を使うとここで置き換えます。でも本当だったらこの辺になりそうですねということで、こちらどうでしょう、コントロール群が落ちるか介入群の人が落ちるかで全然これ効果が変わってきてしまうんですね。ですのでこのように簡易的に最後の値で置き換えるっていうのが、例えばもう自分は薬剤を取ってないとコントロール群だってもう分かってしまった段階に患者さん来なくなったとか、副作用が嫌でもう参加しなくなったとか、どちらの群で抜け落ちしているかという理由で結果がコロコロ変わってしまいますので、もうこれはやめてくださいというふうに言われております。でもう一つはですね、実はリピートの解析というのが現場の先生方になかなか伝わっていない解析手法の、例
分トップ1ぐらいに入るんじゃないかなと思うんですけれども、よくですね統計解析、まあ、皆さんいろんなソフトでされるんですけれども、 T 検定とか対応のある T 検定とかね、される場合は、2つの、平均の比較ということで、このようにデータが何回も取られている場合でも、最初と最後のデータだけを使ってせっかく一生懸命取った真ん中のデータをごっそり落とすっていうような解析をされる場合が多いんです。でなぜかというと、まあ、T 検定はそれしかできないからということなんですけれども、でこれね、この前私これ認知機能ではないんですけれども、これは鍼治療の先生が相談に来られて、痛みのスコアっていうのをこう時系列で取ってるんですよ。でなかなか統計的にされてないんですよ。でなんでっていう、そりゃそうでしょうねって言ったら、個人の差っていうのはすごいあるからと。もともと具合のいい人はいいし、もともと悪い人はすごい低いから、データがめちゃめちゃばらつくんですよ。でだから統計的な有意差っていうのは出ないんですって言われて、どういう解析されたんですかって言ったら、対応のある T 検定で最初と最後を比べました。でこれ対応のある T 検定何をしているかっていうと、これそれぞれの医療がそれぞれの患者さんのデータを示してますので、例えばこの人とこの人だったら、これ、これ引くこれ、またはこれ引くこれで差を、個人の中の差を出して、その差っていうのが0よりも平均的に大きいか小さいかっていう、検定なんですけれども、まあ、それをやったらちょっと惜しいけど出てませんねということになります。でそこで私が言うのは、これせっかく取られたんだからこの中の値使いましょうよということで、これよく見てくださいよと。例えば一人の患者さんに、これ緑の患者さんここありますよね、ズドンと線を引くとしたら、なんかここ良くなってませんかって、線はこう傾き下がってますよね、でこの患者さんも下がってます、全体的に下がってませんかねっていうことになると、線を引くとこんな感じなんです。でそうするとこれ下がってる患者さんの傾きは、例えばマイナスで、上がって悪くなった患者さんの傾きは、まあ、プラスですよということで、プラスの患者さんとマイナスの患者さんの数を比べると5人と9人で、これ全く効果がなければ半々になるはずなんですね。ですのでこの5人と9人で統計的検定をやったらどうということで、やると、これをやれるモデルっていうのが、まあ、混合効果モデルっていうモデルがあるんですけれども、有意差は 0.03 ということで、きれいに出ましたと。で 0.05 でも低ければ、これ、まあ、効果があると、違いがあるということが言えるということで、どうでしょうか、傾きだけに注目することで、個人間のばらつきっていうのを完璧に解析から除外してしまう。別にいいですよね、臨床の時に比べる時に、別にこの患者さん1人に注目して良くなってるかなっていう判断はされるわけで、この患者さん A と B を比べるわけではありませんので、このように傾きを比べることで、まあ、個体間のばらつきを除去するというような方法があります。なのでこれ痛みのスコアとか QOL とか MMSE とか認知機能スコアとか繰り返し取ることで、結構すごいでしょこれ、14人の患者さんで有意差出てますので、何百人もいらないということになります。で逆にアウトカムが、例えばAD が発症するしないっていう01になると、今度は何百人も患者さんがいます。でやはり10のデータっていうのはデータの量が少ないですので、シグナルも弱いということになって、その分数が増やせる。ですので、ぜひ皆さん少数でもきちっとしたスタディをされると、有意差もきれいに出ますので、やってみてください。でその次、研究例にということで、これはですね、私がおりましたバンダビルト大学 の, まあ、知り合いのグループがニューイングランド・ジャーナル・メディスンに出したペーパーなんですけれども、これ社会福祉に加入した人たちのレトロのデータです。すでに既存資料としてあるデータを使って、抗精神薬服用をすることが突然死の割合ですね、突然死に絡んでくるんじゃないかって薬の副作用を見た研究です。でこれどうしたかといいますと、15年ですね、1990年から2005年で、これ一瞬だけ入った人っていうのはやはり改善に入れたくないので、安定してこの保険を使っている人ということで、まあ、このように2年間は入っている人、
で、このヘルスケアシステムをちゃんと保険 の, かあのデータが取れる施設から使ってる人っていうことで、データを取ってきました。で、精神抗精神薬使ったか使わなかったかで二分分けをしてということで、まあ、これずっと先ほどのやると、まあ、後ろ向きのコホート研究になるわけですけれども、比較をしました。でそれで、この割り付け、ランダムな割り付けが行われない研究の注意事項というのが、実際に薬剤を使ってグループと使わないグループに分けたときに、やはり使っているグループは使っている意味がありますよということで、どういう患者さんが入っているかの注意して見てみてください。でこれ比較的まあ揃っているなと思ってみたんですけれども、例えばメディカルエンドルメントデューティディサビリティと、この社会福祉に保険に加入した理由というのがディサビリティによるものだということで、こちらの方が 62%、37% で高いんですよね。でやはり、あのカレントユーザー、今、抗、精神薬を使っている、これ昔、使ってないか、全然使わなかった人に比べてディサビリティの割合が多いと。そうするとこれは別に薬によるものではなく、ディサビリティによって、突然死っていうのが起こっているってなると、やはり患者背景を調整する必要があるんじゃないですかということで、最近開発された、やり方ということで、傾向スコアというスコアを、こういうあの患者背景の変数を組み合わせることで、1人の患者さんそれぞれに計算できるんですね。でその組み合わせたスコアによってマッチングっていうのが行われます。でこれ、もうあの保険のデータなので何十万人も入ってますよと、解析にはそんなにたくさんいらないので全員を使わず、ちょうど背景が揃うような2群を取っていきましょうよということで組み替えされた、されたのがこっちのグループで、これを見ると少し数は減ってますけれども、背景が調整された。ですので実際に解析に使ったのは背景調整をしたこちらの方のグループになっております。でここで、時間がないのでちょっと早くいきますけれども、何を見てるかというと、精神薬を使わなかった人と、例えば、カレントユーザーでどういう薬を使ったかっていう薬のタイプに分けて、その、ユーザーですね、例えばカレントユーザー、ここが、リファレンスグループとなっていますので、すみません、ノンユーザーですね、ノンユーザーとそれぞれの薬のユーザーのグループを比べて、インシデンスレートレシオ、レート比っていうのを計算しています。でここを注目してください。リスク比ではなくレート比で、これをこれね結構知られていないあのものなんですけど、何かと言いますと、ここ見てくださいね、ナンバーオブパーソンイヤーズと、これは何かというと、ノンユーザーの人が、例えば1人が5年、1人が10年、1人が3年追跡されたと、全員の追跡時間を合わせたものっていうのをパーソンイヤーズと呼んでいます。でこちらは実際に突然死が起こったイベントの数ということで、レートはこのイベントの数をこちらのトータルで追跡された年数で割り算すると計算できます。でそれがレートなんですね。で通常のリスクっていうのはここが頭数になりますので、年数は無視して、例えば1万人追跡されて100年イベントが起こった、例えば100割る1万になるということで、リスクとレートはそこが違います。じゃあなんでレートをやるねんということになるんですけれども、なんでレートかっていう話をちょっと2分ぐらいで話させていただきたいと思います。で例えばここユーザーですね、薬を使わなかった人が3人いるとします。で使ったユーザーが2人いるとします。でこの使わなかった3人のデータよく見ると、最初の人は3年フォローされている、2番目の人は1年で、この2人はイベントが起こってない、突然死なしと、3人目が6年フォローされて6年目に起こってますと。で次のユーザーのグループは8年追跡されてイベント起こっている、12年追跡されてイベント起こっていますと、このようなデータをユーザーとノンユーザーで比較するときに、頭数だけを比較したらどうなるかというと、こちらのグループでは3人いて1人なので、発症割合、発症リスクですね、インシデンスリスクが 33% になります。でそれに比べてレートというのは、この全部追跡年を足しますので 3+1+6 っていうことで、1はイベント1個なので 1÷10 で、レートは10分の1になります。で服用者の方はユーザーの方はどうかっていうと、これ2人
2人いて2人なので発症率 100% になります。でレートの方は8と10に20年追跡して2なんで1割10なので10分の1になります。でそうするとリスク比って皆さんが思ってよく見られる文献で見られるものは発症割合を割り算したものなのでリスク比は3分の1、つまりこの薬を使うことで、あ、ごめんなさい、これ逆ですね、使う方が分子にきますので 3倍のリスクがありますよというような間違った結果になります。でもレート比を見ると0.1 は 0.2 なので1なので別にこの薬を使っても、使わないのと比べてこれ比が1なので、予防は変わりませんという結果になります。でこれね、観察研究で追跡期間の違いによるバイアスと呼ばれているんですけれども、例えば、認知症の発症を男女で比較するときに女性の方が高い高いって言いますけど本当にそうなの？女性の方が長生きするからじゃないですか追跡期間が長いからじゃないですかっていうことになるとやっぱり本当に男性女性という性別がっていうことに長生きっていうことに関係なく認知症に関係あるのかなっていうのを見るにはやはりレート比の方がいいよということになって、このようにレート比で計算されている場合とリスク比で計算、リスク比というのは追跡期間を無視した解析で計算されている場合がありますので、もうここにあるデータは鵜呑みにせずに何がどういうふうに使われているのかなというところを学ぶようにしてください。はい、で次、研究例3番ということで、はい、これペコは何かということで認知機能が正常な65歳以上の患者さん、まあ、これ患者さんじゃないですね、正常な人たちで、エクスポージャーはこれ何と何を比較するのではなくアルツハイマー病の関連リスクを全部見てどのリスクが本当に関連があったかなっていうのを調べたいと。でアウトカムというのは先ほどのテストスコアではなくテストスコアをもとに1-0で見られたアルツハイマーになったかならなかったかというのようなものが、はい、ペコになってきております。で、これは前向きの研究なんですね。でどうやって研究されたかというとこれ2回取りデータは2回取りというのを行われています。で第1回の調査でカナダ全域の10県から65歳以上にアンケートを実施してその時にモディファイド MMSE で認知症患者さんじゃない人ということでないですね、健常人で正常な状態の人っていうのをこれ入れて組み入れますと。でその人たちに5年後にもう1回アンケート調査コンタクトをしましてモディファイド MMSE と DSM の MD4 エディションともう1つこれちょっと分かりませんけど人数とアイデンという、まあ、認知機能テストですかねを使って5年後に何人ぐらい発症しているかというのを調べました。でこれまあこれから追っていくということで前向きのコホート研究になります。でこの時に、はい、これがまあベースラインの比較表ということなんですけれどもこれちょっとケースコントロールって書いてあるんですよね。でこれってケースコントロールってここで書くとこっちがアルツハイマーになった人でこっちがない人ですよっていう意味なんですけれどもこれ見てケースコントロール研究って言われることがあるんですがこれは別に第1回調査をした時は全部正常な人で取ってますから別にアウトカムがなくたって入ってますよということでこれは前向きのコホート研究です。だからケースコントロールじゃないのでちょっとラベルを私はもう変えました。AD になった人となってない人ということで、まあ、ベースラインを比較しています。でここはまあいいんですけれどもここなんですね、これが結果の表です。でこれは年齢によってアルツハイマーリスクがどう違うかっていうのを見たいということで、通常のまあ解析っていうのをしました。で通常だとここ見てくださいね、90歳以上の人のアルツハイマーの発症割合というのが 34.5% です。でそれを70歳から79歳までの人と、比べると70歳から79歳までの人が 11.9% なのでこれを割り算すると 34.5 割る 10.9 でやると、まあ、3よりも小さいよねと 2.5 倍ぐらいですかねっていうことでこの 2.5 倍、つまり90歳以上の人は 2.5 倍、70代の人に比べてアルツハイマーの発症リスクが高いですよっていう結果になるんですが通常論文で使われているのはリスク比ではなくオッズ比なんです。でオッズ比っていうのはこの OR ですね、よく表されるオッズレシオなんですけれどもオッズレシオ 37.82 倍になってます。
でこのオッズ比が 37.82 っていうのをバッと取ってきてリスクが 37.8 倍だって言って大騒ぎされる場合が多いんですけれども、これはやめてください。これもリスクっていうのは 34.5% と 10.9% その比なので、3倍より低いのに一体どこからこの37倍っていうのは出てきたんだということになるんですね。でこれが落とし穴です。でオッズというのは数学的にリスクと全く違うもので、これオッズって何かというと、2つ比べたい2つのグループ、90歳以上だとこのイベントですね、アルツハイマーの起こった人の人数を起こらなかった人の人数で割るっていうのがオッズだから、67÷172になります。でこれを23÷2216で割ったということで、それがオッズなんですね。でその比を取ると37.8になりましたっていうことで、オッズ比はリスク比と全く違いますので、絶対にオッズ比をもとにリスクが何倍になりましたよっていうことは言わないでください。これも査読者をきちっと見てますので、まあ、別にこれ査読されなくても、ニュースなんかでよくあるんです。ニューイングランドジャーナルメディスンで、オッズ比が30で出た時に、夜のニュースで30倍になりましたって言った時に、違うでしょうっていうことで、オッズ比はリスクではありませんので、リスクというような言い方はしないでください。これメディアの人の統計トレーニングっていうのがアメリカであるんですね。で日本でもぜひ取り入れていただきたいなと思ってるんですけれども、はい。で次、ですね、でこの、解析では45個の関連因子を全部このオッズ比計算をして、まあ、有意差があったものっていうのがこの表に、載っかっています。でこれが最終的な表なんですけれども、年齢とか性別とかエデュケーションレベルとかアポイフォの、遺伝子ありなしとかね、ここバッと書いてワインですね、ワインコンサンプション、コーヒーコンサンプションありますけれども、でここでまあオッズ比ということで、オッズ比の解釈の時は先ほどのリスクと違いますので気をつけてくださいねということなんですが、ここでもう一つ注目していただきたいのが、このモデルというのは、どうしたか、エイジと年齢と性別と教育レベルだけ補正してますっていうのがここねフットノートに書いてあります。でこれ落とし穴なんですね。何かというと、例えばワインのコンサンプションというのが、ワインを飲む人は、ある一定量飲む人は、アルツハイマーの発症オッズが 51% 削減されますよということが、言われています。でこれ、信頼区間がゼロを含んでませんので、統計的に有意差があるということになるんですけれども、もしかしてワインをよく飲む人っていうのは気をつけてる人かもしれないと、いうことで、ね、重松先生もワイン飲みます、赤ワイン特にと、で気をつけてっていうことになると、もしかすると気をつける理由が何か他にあるかもしれないと、例えば家族にそういう方がいらっしゃるのでって気をつけてるんですよということであれば、やはりここのワインのところの結果っていうのは、ここの補正されてないものですね。例えば家族でアルツハイマー病のいらっしゃる方ということは、患者背景調整されてませんので、もしかしてワインを飲んでるからではなく、ファミリーヒストリーですねによるものかもしれないということで、交絡が起こっている可能性がありますよということなので、必ずペーパー論文で最後の表でこれ重回帰分析をしましたってよく書いてあるんですけれども、何が補正されているのかというのを見てください。だから通常この場合はもう全部入れてしまうというのが一番確かです。でそうするとワインの飲酒量というのはファミリーヒストリーに関係なく、やはりこんだけ効果がありますよということが言えますということになります。はい、から、アジャストメント、統計的な補正というのはそのような意味合いがあります。で最後ですね、はい、でこれが、レトロスペクティブコーフォートスタディということで、電子カルテ5つの病院の電子カルテデータから特定された9万人の2型糖尿病の患者さんに、アンケートを取ることで、まあ、どの人アンケートを返してくれた人を対象に研究を行っています。で、アウトカムは1998年から2008年までの10年間で ICD-9 コードですね、病院のビリングですね、お金を請求するときに ICD-9 どの疾患でというのはアメリカの電子カルテに入ってますので、それでディメンシア関連のものがあるという人が、まあ、イベントを起こっているということで、後ろ向きのコホート研究が行われております。
これを、何をしているかというと、2型糖尿病の患者さんで、認知症じゃない方を10年に遡って10年前から今に向かって10年間追跡をすることで、どういうリスクファクター背景因子が、認知症に関連しているかっていうのを見た研究ですということで、見てみてください。でこれ患者背景表ですと、まあ、かなり、アルツハイマー病ですね、認知症と糖尿病関連の患者背景というのがかなり細かく取られております。で、ここで何をしたかというと、こっちが45ですよね、すみません、先ほどは45じゃなかったかもしれませんけれども、解析のステップとしては先行文献なのから45の認知症の予測因子というのを選出していきます。これアウトカムが認知症ですね、新潟の糖尿病の患者さんをポピュレーションとして全部取ってきて、でアウトカムどの人に認知症が起こったかというのを見ていますから、アウトカムに対する関連因子というのを全部文献から拾ってきて、45個を選出します。でそれぞれの予測因子を説明変数として、コックス回帰モデルという、先ほどの木田先生のお話でカプラマイヤー表ってありますよね、あのカプラマイヤー表を背景因子のアジャスト調整を入れるっていう、分析がコックスの回帰分析というんですけれども、コックスの回帰分析をやることで発症リスクの比っていうのが計算できます。でそれを計算して、最終的に9つのリスク因子というのが選ばれてきました。でこれ見るとこれちょっと面白いなと思ったので今ご紹介したいんですけれども、ここでですねハザード比ではなく、もともとこのコックスのリグレッションが計算したベータコエフィシェントというのは係数というのがあるんですけどね、これ の, エクスポネンシャルを取ったのがハザード比になるんですけれども、このベータコエフィシェントを使ってこれちょっと 0. いくつって非常に使いにくいのでスコア化っていうのを行いました。でスコア化をどうやって行ったかというと、例えばですね年齢が60歳から64歳の人というのをゼロに置いたときに、その人と比べて65歳から69歳の人の、このベータのスコアというのが 0.73 になりましたから、この 0.73 をちょっと簡易的にスコアにしたら3点ということで、ここにつけています。でここで、他に 70歳から74歳だと、このベータスコアがちょっと上がっているので5点とかね。で例えばもう他にもダイアビーティスってこれちょっとどういう意味か論文まで詳しくまで分かりませんけれども、それがある人は1点と、セレブロバスキュラー関係のディジーズがある人は2点と、ですのでこれコックスリグレッションの、その係数に基づいて簡略化した何点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 っていうのを作って、大体これが全部揃う人がまあ20点ぐらいかなと、で全部ない人が0点マイナスが入ってますけども、まあ、マイナス1が全部ない人だなということで、このコックス回帰分析をもとにそれぞれの人たちに患者背景によったスコアっていうのを計算します。で、そのスコアで、はい、これがマイナス1から19点までで、グループ化して、でグループごとに、先ほどのカプランマイヤー曲線と、というねこの曲線ですね、AD、これアルツハイマーだったかな、認知症が AD がちょっと忘れましたけれども、AD が起こるまでの時間ということで、ここの一番最初のグループは、まあ、一番リスクが 5.3% 低いと。でこのようにビューッと書いて、でここがちょうど10年ですね、10年のところが、どこになったかなっていうことで、はい、ここは 95% なので 5.8 発症リスク、AD のない確率が 5%、95% なので発症率が 5% ですということで、こういうふうに書きます。でそうするとこの先ほどの多変量でいっぱい患者背景がありましたけれども、それを一つのスコアにすることで、この一番悪い全部揃った人は大体10年後には 73% の人が発症しますよと、
全然ない人は 5% ぐらいしか発症しませんよということが分かりましたということで、まあ、このようにね簡単にスコア化することで、このすごく醜いあのコックスの回帰モデルということで、ね、なんかあのよく分からないなっていう数字を実際の現場でも使えるようなものに直すということができます。でこれね実はこのペーパーよく読むとスコア化するところがすごく曖昧なんですね。何が1点で何があれ2点なのかなってよくわからないんですけれども、一番まあいいと思われるやり方はこのまあベータコエフィシエントっていうのをこれを10倍していただいて、この10倍したものを例えばこの 1.28 だと 12.8 にして小数点第1を四捨五入すると13点と、でそれで 0.4 だと10倍して4点というふうに計算していただくのがまあ一番簡単かなと思います。はい、でこれで、ね、もう1点だけ、この解析はですね実際にこのデータに従ってリスクっていうのを使ってますので、このデータで、このデータですね、このモデルコックスのこのモデルを作ってきたデータで、ちゃんとあの合ってるかどうかなっていうふうに見るとちょっとズルしたことになるんです。やはりモデルを作ってきたものは一番フィットがいいので、ここで、注意していただきたいのが、このようにリスクスコアなんかを出してきて、予測したいっていうのが目標の研究の場合は必ず別のデータセットで再現してくださいということで、このスコアをもとに別のデータセットでカグラマイヤーズっていうのは書くようにしてください。ですのでこのスコアを作り出したデータではなく全く別のもので、ちゃんと動くかなっていうのを確認してくださいねと言われますので、この研究でもそういうことがされています。ですので例えばあの どっかのコホートでやったデータを使って、まあ、遺伝子解析かなんかで遺伝子の配転を出してきて、久山町のコホートでカプラマイヤーで確認したりとかね、まあ、そういう研究もよくされていると思います。はい、すいませんちょっともう駆け足で、来ましたけれども、ですので、まあ、このように、皆さん、まあ、統計が結構難しいなと思われているかもしれませんが、今言ったリグレッションというのはもう今ソフトウェアがあの簡単なのが出てますので、結構 Excel を使うような感じでポイントクリックであの全部できるんですね。ですので、まあ、日本では結構前向きなコホート研究じゃないとダメっていうような風潮があるんですが、普通にレトロなものでもあのきちんとデータを組んで解析をすれば十分あの意味のある研究というのができますので、まあ、あの その意味も込めて今日あのいろんな種類の研究から紹介させていただきました。どうもありがとうございました。本当にありがとうございました。あの非常に濃い内容をコンサプトに並べていただいて、あの論文とか、まあ、それこそ僕たちこの統計っていうかそのデータはもう毎日も見つけるんだけれども、あの、まあ、今日から見方がまた変わってくるかなと思います。本当にありがとうございます。せっかく短時間が多いので申し訳ないんだけれども、あのせっかくの機会ですので、あのもしあのプラの方からあのご質問とかご意見ございましたら、ね。僕は新鮮先生のお見えになって、あの一つ一番感動したことをご紹介させてもらいました。あの臨床であの我々が感じていることですねは、あのきっと適切なツールを使えばその証明できるとおっしゃられたことですね。あので本当に現場にいる 私たちが見ているのは 何よりも真実です。それを正しく評価して、あのきちんとしたそのそれこそツールで、あのきちんと発信をして、そしても何かその、まあ、認知症性、糖尿病性その何かその、改善というかね、何かそういうのを結びつけていけたらなというのが、あの夢であります。あの今言われたことがまさしくね、このデータでまあ言えるかなと思うんですね。現場ではこの治療すると皆さん良くなっているような気がすると、でも統計解析したら出ないというのは、あの実はもっといい統計手法があるんですよということで、まあ、このような、まあ、混合効果モデルというのを紹介したんですけれども、でこういうのは全然アドバンスなモデルではなく、何をしているかというと患者さんの中でスロープを計算してそれを比べているというだけですので、
この患者さん悪くなっているのか良くなっているのかなということを見て、あ、なんか大多数の人で良くなっているのかなというような解析なんです。ですので皆さんは日常的に頭の中で考えて、これは効いてるに違いないっていうことのメカニズムに沿った解析さえすれば、あの絶対にあのベッドサイドで得られた直感というのはこのようにエビデンスにつながることはあのそう難しくはないんですね。ですので正しい解析をすると、大体皆さんの直感にマッチした結果というのが出てくると思います。あのですので、本当に皆さんあの大変な思いをして取ってこられるデータだと思うんですね。ですのでこのデータ解析はもうどのボタンを押すかだけぐらいで、最近はもうそこが簡単になってきますので、ですのでそこのボタンを押し間違えて、せっかく血と汗と涙の、ね、データが世に出ないっていうのはすごく残念だなと思いますので、あの統計本当にあの難しくありません。あの私あの学生さんに1ヶ月ぐらい集中で、フェローの学生さん1日3時間20日間教えるとみんな大体使えるようになりますの で、 あのでそれもありまして、まあ、あのでも日本には統計会ないじゃないか、教えてもらえるところないじゃないかってよく言われるんですが、あのビデオ講義というのをやらせていただいております。で、まあゆみ瞬間で検索していただけましたら、あの私のビデオ講座がもう100本ぐらい今揃っておりまして、あの無料で皆さんいつでも見ていただけるあのますので、あの今日のビデオも撮っておりますのでアップさせていただきたいと思いますので、あのぜひ学んでみてください。あのそれほど難しくありませんので、よろしくお願いします。